ほぼほぼ半年後に書いた歌を。復讐。曲やるっての分かってたよね。リストに入ってた。これ俺ハラスメントじゃないからね。来年から流行語だ。順番変わったでしょ。そうそう。待てよ。よし。いけるか復讐の朝、ワン、ツー、チェイ、ゴー。白煙が消え、地べたに押さえつけられる。何ら抵抗せずに見つめる虚空。それは安堵したような顔にも見えた。何かが終わったことだけは確かだろう。このためにかけた全てが。2022年七夕の夜、断念した帰りの山陽新幹線内、明日こそ逃してはならぬと決意を固め、闇より深い孤独な恨みとともに引き金を引く決意を固め、14歳の時家族は破綻を迎えた。母は教団に全てを捧げ破産した。住む場所も進学先も家族もなくし、積年の恨みをネットに書き込めば、最初羨む方向、今やネットが全てを晒すと見せて、本当の闇も絶望も見せやしない。政治はひどい目にあったものを助けるどころか、ひどい目に合わせるやつと組む、ひどい目に合わせるやつと組む。救われたくて教団に見つぶたに追求交わすため、政治家に取り付く教団、政治家は教団を頼み票を集める。これが民主主義とは。笑わせろ。民主主義の敵はお前たち。保険金残すための自殺はより外で、10年後兄が自ら命を絶つ。教団はひたすら家族から巻き上げさせた。上がりを全て上納させる。上がりを全て上納させる。教団がある限り、もはや人として生きてはゆけぬ。恨みはたった一人で銃を作らせる。部屋は悲しきテロリストの隠れ家のよう。そんなある日、男の顔が教団の動画に映る。親しげにビデオメッセージを寄せる。この国の元首相の顔、教団の歴史にそれは出てくる。あの男の祖父がこの国に招いたこと、永久戦犯でアメリカに買われた祖父の元首相、そして教祖と手を組んで反共産主義のカルトを立ち上げる。孫のあの男は本来の敵ではない。教団新派の一人に過ぎない。でもあの男は教団にとって一番影響力のある審判、一番影響力のある男。
害虫だったろう。目の前にあの男の背中が見える。今俺の人生を邪魔する何者もない。迷わず引き金引いた。近づいてもう一度引いた。それは安堵したような顔にも見えた。何かが終わったことだけは確かだ。このためにかけた全てが。何かが終わったことだけは確かだ。このためにかけてきた全てが。